からこれだけ、うん、はい、おかわり作りに来た。おかわりってお酒じゃなくてね、今日はね野菜だから、はい、じゃーん、これね長芋がね、100g39 円で安かったよ、スーパー行ったら、あの正月明けにね、うん、であとこれもう10センチちょっとぐらい残ってないけど、1、2、3、30センチぐらいあったんかな、30センチぐらいあって、で179円、うん、179円、まあ200円弱ね、消費税入れよったら、うん、これでね、前ね、あの動画であのほらこの長芋を使ったあの輪切りにしてフライパンでチーズ乗っけてね、うん、そんな動画も撮ったことあるんやけど、それよりね、もっとちょっと簡単なね、あの長芋ふわふわ焼き、うん、またおかわりやってみたいと思うんでね、もうこれ全部今日食べてもらうかもわからへん、結構流行るんよこれ、うん、いうことでね、ちょっとまた今日はね料理動画になるんですが、居酒屋メニューということで、はい、キンポンの男料理、うん、やってみたいと思います。今日も最後までよろしく。はい、用意するもの、さっきのね、この長芋ね、だいたいまあ10センチから15センチぐらいまで、うん、このぐらいの太さでね、うん、もっと太いのあるけどね。で、まあ、すりおろし、大根おろしね、すったりするやつ、もうこれと、それから、これ何やったっけ、これするやつ、こう、すっていくやつね、こうやって、うん、やつと、で、卵1個、うん、まるっとみ1個ね、うん、で、あと、麺つゆ、うん、それと、刻みネギ、まあ、金のとこ冷凍使ってます、うん。お酒は飲みながら。ということで、今日はこれだけ。これだけです。あ、それだけやったっけ？そうやな。うん、それだけです。で、作っていきます。めっちゃ簡単。うん。はい。外皮はね、全部剥いていきます。こんな感じで。うん。はい、ぬるぬるの感じにね、すり上がって、すり上がってるのは、皮をね、おろしていきました。で、こんな感じでね、同じようにすりおろしていきます。ギコギコギコ。ザク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 、これもね、早い。ちょっともう日本飲んどうからね、うん、ちょっと手だけすらんようにせなあかんわ、うん、たまにも出発してね、もうギュッとこう、次の日赤納豆とか皮むけとったりとかね、うん、あるんやけど、うん、はい、よいしょ、はい、よいしょ、あー、やばいやばい、お手柔らかに、うん、ちょっとゆっくり、これ自分の食べるやつやからね、もう持ってきて。もう難しい、これ。これもええわ。はい。こんな感じで。わ。うん。お箸でね。ちょっと。これ便利ええね、このお正月用のこのやつ。どっちも先細りになっとって。ステントね、置いとんですよ、アロテ。こんなん使うにね。うん。結構一年中あったりするんやんね、これ。爪楊枝の、大きいバージョン。ちょっと刺してみたり、あれ、どんな感じかなって、ぐちゅっと突き刺したりするの便利でしょ、これ。これね。うん。ちょっと余談な話やけど。うん。はい、こんな感じで、はい。あと、ここでね、卵1個。もうこれもね、もうここで一緒に溶き卵からだけね、入らんようにね。うん。よう確認して、いいよ。まあ。で、あと、冷凍ネギ。うん。これはね、使いたい分だけなんやけど、適量ね、そこに入れます。もうほんまこんな。こんなんで大丈夫。うん。綺麗にね。綺麗にね。よいしょ。はい、こんな感じで。はい、ちょっとこれ、ちょっと、近くのキッチンペーパー、タオル、これ、ちょっと拭きます。うん。はい、拭きます。で、麺つゆ。自家製麺つゆなんですけどね。うん。麺つゆ入れます。よいしょ。これも大さじ1杯でいいです。うん。あら。もうほんまこれだけ。うん。はい。ほんまもうこれだけなんです。うん。あとは、このまんま。よいしょ。よいしょ。ときとき。とき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 。混ぜるだけみたいな。これ卵白と卵黄ととろろと、うん、うまいこと均一に混ざってる方がね、焼き上がりが綺麗から、まあなんぼ飲んで泡で取ってもね、こんな感じで、ここの白身のところと分かれん方がね、
パイがね、パイって言うと、焼いた時のふわとろ、長芋とろとろ風味、とろとろ焼きなんでね、うん。よく混ぜ混ぜしてください。うん。よく混ぜ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 してね。うん。これ入れるのは、ネギだけじゃなくてね、それはもちろん何入れてもええんですよ。まあ、小エビ入れたり見たりとか、シラス、ね、ちりめん入れてみたり。もう、それはお好み。うん。適当にこれ、すぐ作れる居酒屋メニューなんでね。ネギが一番、まあ、ショーに合ってるかなっていう感じ。うん。わかるかな？ショーに合うっていう言葉に使って。正確に合うっていうね、言い方変えた。性分に合うっていうことかな。うん。性に合うんですよ、これで。うん。よいしょ、ほら、こんな感じで、とろーっとなって。これをね、焼いていきます。これね、焼き方ちょっとだけ難しいんでね、今からちょっとね、見てくださいね。うん。出来上がりました。はい。はい、そしたらね、中ぐらい、小さいやつかな。うん、これぐらいの大きさ。この、お皿に乗っかるぐらいのね、フライパンでいいと思います。火をつけますね。はい、最初、普通の、強火っていうか普通のね、やつで。ここでも大さじ1杯ぐらい、スプーン1杯ぐらいの油で、いいんちゃうかなと。あんまりね、いっぱい入れたらね、泳いでしまうんで、ね、だから言うてね、あれ、少なかったら焦げついて動いてくれへんのでね、うん。もうちょっと入れようかな。大さじ1杯半。ちょっと入れないかな。ちょっとね、この辺微妙なんやんね。うん。キンプン、これ、これで今、今日の一本の3本目になるんだけど、ここの部分がね、ちょうど油が行き届いてへんかったらね、動いてくれへんねんね。うん。パイがね、パイって言い方がいいか分からへんねんけど、うん。はい、ピピって言ってる。うん。はい、この油がね、全体的にフライパンに行き渡るぐらいになってくるまで、ちょっとこう、動かしていきます。うん。だから、ああ、こんな感じでいいかな。ピピピ反省用意できてますわ。はい。そしたらね、流し込んでいくんやけど、これも、極力、弱火でいきますね。弱火。うん。焦げやすいんでね、これね。うん。流し込んでいきますね。はい。こんな感じです。だらーっと。はい。そしたらね、これを上手にしわーっとこう。じわーっと。3分ぐらいかな。うん。こんな感じでね、待っとくだけ。うん。これ、好きな人はね、ここに、カニかまぼこ、うん、入れたりとか、マヨネーズ出したりとか、ええんやけど、これちょっと和風でね、あと、味ぽんで食べたいから、もう和風焼き、居酒屋メニューなんでね、こんな感じで、ちょっといろいろね、ぐちゃぐちゃ言いながら、待っとったらね、すぐなんとかなります。はい、続いてね、これ飲みますね。うん。味ぽんもね、キンポン特製の味ぽん作ったんやけどね、これもね、万能チン、結構、この時期って味ぽん使うでしょ？うん。これ。ちょっと万能チン冷蔵庫に入れとったやつやけど、これ。うん。ゆずポン酢ね。お風呂に入ったやつのゆずポン酢の絞った方のやつ。今更この話するんだけど、ゆず果汁ここで 150cc、醤油 150cc、みりん 30cc、かつお節 10g、昆布 5cm が入ってます。一晩これを冷蔵庫で置いたら、もう早速できるんですけど、ね、これね、このままほんま置いといてね、うん。1ヶ月ぐらい踊ったらすっごいええ味になる。もう味ポン、ゆずポン酢買わんでもええいう感じだけど。うん。これ冷蔵庫でね、熟成させてます。もうこんなけになったからね。うん。倉庫言いながら、ちょっとこれ冷蔵庫戻しとこう。冷蔵庫戻しといて、倉庫言いながらのやね、うん。動くかな。こういう感じ。ほら。動いてるでしょ？うん。これでね、ヘラで使えないんです、これ。柔らかいから、山芋のやつが。うん。ちらっとこう、ちょっと、覗きながら。もうちょっとかな。もうちょっと待とうかな。うん。早かったらね、潰れるんよ。うん。ほんで、あんまり火が濃かったら、焦げるんよね。下が。うん、下が焦げてくる。ちょっとこう、難しいん、これ。難しいけど簡単なんやけど。どっちやねみたいな。うん、ちょっと、もういいかな。この動き方で。もうちょっと待とうかな。で、このお皿を使って、このフライパン、うん。こう、かぶせて、反対向けるんやけどね。ドキドキ。うまいこといくかな。2回目ちょっと失敗した。ドゥルッとなったんや。でもこのプチプチ感じやったら、もうええかなと思うんやけどね。これね。これ。この感じ。うん。やるかな。もう、慌てたらあかんね。
もう今年は泡テント何でもゆっくりしよう思ってね、うん、泡テンポさんやから時間でいいかな。ゆるかったら落ちてこうへんのよね、うん、やってみようか。うん、こんな感じ。蓋を閉めて、んで、行くよ、行くよ。よいしょ。あ、ちょっとあれやな。で、キュッキュッキュッ、こう、この状態でね、こう戻します。完成、これ。こんな感じ。トロトロ焼き、山芋の。トロトロ焼きね、これ。うん。で、あと、ここで3分間。うん。ここで焼きます。これね。うん。これが成功したら、このお皿に移せば完成っていうことなんやけど、あと3分ね、うん、飲みながらよいしょいう感じやね、うん、その感じの時に後から説明しようか、うん、まあ同じ分かな、3、4分かける3、4分で完成。お皿にひっくり返してね、うん、もうちょっと待ちましょう、はい、そしたらね、キンポンのメニューリストの中から、さっきのゆずポン酢を、ゆず果汁、これ説明したやつね、こんな感じです。ゆず果汁150、醤油150、みりん30、かつお節 10g、 昆布 5cm、 一晩冷蔵庫でかつお節絞りすぎずに、絞って、完成ということです。で、さっき、大さじ1入れためんつゆね、うん、醤油200、酒200、みりん150、昆布 10cm、削るし一つか、これはね、一晩冷蔵庫に入れて煮てから弱火で10分で、めんつゆの場合はね、だいたい作り方2トンやけども、ここでは煮るっていうことね。でお酒が入ってます。こっちお酒入ってます。そんな感じかな。うん、はい。まあ、自然系のことばっかりやってるんでちょっとね忘れっぽいんで、こういう風に変えてます。マヨネーズも自家製ね。これも動画で説明ご紹介させていただいたと思います。はい、もういいかな。こんな感じ、トロトロ焼きね。うん、じゃあもう火消しますよ。はい、火消して入れていきます。よし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 、こんな感じ完成簡単でしょ。はい、そしたらね、このまま、お一人様で食べる分はこれでOK なんだけど、ちょっとね小分けして食べる場合はね、こんな風に、包丁でもナイフでもね、こう小分けしてお出しするとね、誰にやねんみたいな、うん、お出しするとこんな感じで、はい、ちょっとねねっとりしてる感じでね、いいでしょ、うん、よいしょ、はい、出来上がり。山芋がね10センチぐらいでこんな感じに仕上がります。はい、出来上がりました。これね、もうまだここ冷蔵庫にあんの、うん、3本目。まあね、この糖類ゼロ、プリン体ゼロっていうことで、うん、それとね、これほらあれ入ってんのよ、オルマルネグじゃなくてアスパルテル系の甘味料、甘味料入ってんのはあえて選んでこればっかりなんだよね。うん、体にね、なるべく悪くない生活せなあかん思って、うん、だからまあ、チュワイも、チュワイじゃなくて、ほんまの氷類焼酎をそのまま飲む方がええかな思ったりね、しとんですけどね、もうちびちび やりながら、もうちょっとずつろれつも当てないな。はい、これね、出来上がりました。で、これ、さっきご説明させていただいた、お手製の、ゆずポン酢、かけていただきます。はい、一つはね。でこのまま、食べてみますね。一応こんな感じになってます。さっきにね、めんつゆが入っとって、ゆずポン酢が入っとって、ネギとこの組み合わせ、うん、山芋、こんな感じ、うん、うん、卵1個入れてるだけよこれ、うん、うん、あとねいつものように味変、味変ね、うん、一つはこれ1、2、当然ね、うん、1、2もいいと。
まあね、居酒屋とか行っとったら調味料とかいっぱい並んどるからね、あのニンニクとかね、うん、なんやかんや入れていろんなことして食べてみるんやけど、うん、はい、一味乗せてみました。湯気が立ったところで食べるとね、これって美味しいんやね、このまま食べると。うん、食べるか。うん。これも、いく。はい。続いて、マヨネーズ。うん。マヨネーズもね、まあ、カロリーオフとか、まあ、塩分とか少ないのがいっぱい出てるんですけど、普通に油を取るよりかはね、うん。結構、まあ、低カロリーなんで、マヨネーズで、フライパンで炒めたりする方も結構増えてきましたね。うん。マヨネーズ味、なかなか、なかなかです、これも、うん、人間の体言うたらね、やっぱり油脂、油を取ったらなんか満足感高いかもわからないね、うん、でもまあ取りすぎは結構やっぱり体にあまりいいことないんで、若い時はね、消費できる体力持っとんやけど、もう50も過ぎてきたらそんなに動かへんやろうし、美味しいものは食べたけど、ラーメン食べて、で、揚げ物食べてね、天ぷら、油物ばっかりね、口にしてしとったらね、体がどん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 、こう、ブヨブヨになってし、もうね、消化できひんねんね、体の内分泌が。もう取ろうなって思って。うん、普通に走れるって思って走れんとこけてしまうみたいなことと一緒でね、うん、自分ができると思っておくことができるようになってきようかな。体の中もそういうことだと思いますよ、うん、だからもう食生活というのは極力気をつけてね、なるべくやったら油とか、うん、そういうまあ消化しにくいものを多く取らない生活、うん、いうのが大事かなというふうに思ってますでも居酒屋メニューの動画また撮っとうけど、うん、でもまあ体に必要なものは摂取せんとあかんのですけど、それ以上のものを取りすぎたらあかんいうことだけでね、うん、そういうふうに思いながら今年1年もね、やっていこうと思っています。はい、ということでね、今年も始まりました、うん、じゃあ、よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ほなまた。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル